はい、どうも、うーみーです。本日は隙間から何見えた？というゲームをやっていこうと思います。さあ、この隙間からね、一体何が見えるんでしょうか。動物か人間か、またまたなんかね、変な物体か。もう私は何も説明せずにやっていこうと思います。ではスタート。何が見えると思いますか、逆に。難易度がゆっくり、普通、速い、マハであって、私もね、ゲームのルールはよく分かってないんですけど、まあ、とりあえずゆっくり、いや、普通からやろう。はい。多分この隙間から見えた時にタップする系だと思うんですけど。え、あ、そういうことね。マンション一軒家テントコンテナ。え、なんだったあれ。なんか四角いコンテナ、コンテナかな。あー、よかったよかった。だよね。あの、もう消去法で行きました、私今。あの、明らかに違うと思ったので、コンテナかなって思って、まあ、よかった、正解して。あ、なるほど、こういう感じなのね。わかりました、わかりました。あ、面白いな。はい。1。テント、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 テント。よーし、よし、よし。あれは、今のはわかったね、普通に。はい、ルールは分かればこっちのもん。え、めっちゃ面白いんだけど、こういうの。え？あー、え？え？忍者じゃない？忍者。うん、忍者、忍者。あー、よかった。そのマッチョなっていうのは、いるの？マッチョって意味あるの？普通の忍者じゃダメなの？はい、次。3、2、1。船、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 よし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 。いいよいいよいいよ。いい感じ。あ、で、誰か乗ってるし。人がちゃっかり乗ってる後ろに。これさ、さっき難易度4つあったから、マハってやばいんじゃない？寿司！卵！卵の寿司！これは色がね、はっきりしてて分かりやすかったですね。よしよしよし、いい感じ。あ、やっぱ普通はまあまあ、簡単ですね。トマト、トマト、トマト。あ、余裕、余裕、余裕。もうそういう系余裕だよ。はい。一番最初コンテナが一番危うかったな。一問目が。さあ、次は。人参、人参、人参、人参。あ、ちょ、待って、余裕、めっちゃ余裕。じゃあ一覧に戻ろう、一旦。はい。ここで一旦一覧に戻って、私は今7問正解したので、じゃあ次、早いやっていこうと思います。多分、ゆっくりとか相当余裕ですよね。隙間は変わらないんだね。え？え？なんだ、なんだった今の。え、団子？団子。あー、よかった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 。また消去法で行きました。団子、なんか、すごい特殊な団子ですね、これも。下、みたらし団子かな？なんか下の方かかってないけど、美味しいのそれ。はい、よし。あー、ちょっとこれはよく見とかなきゃ。難しいよ。え？ちょっと待って、今の何？なんだろう、これ私わかんない。進行巻きってやつ、サーモン巻き。いや、ここは鉄火巻き。あー、え、待って、マジでわからん。マジでわからん。え、でも緑色のは見えなかったから、多分カッパ巻きではないってことは、このわからないやつ。わかるか、わかるか。まあ、正解したんだけどね。正解したけど、これ一発じゃむずくね？え、この形で流れてきたのか。いや、わからんわからんわからん。むず。ちょっとこれは本当に難易度高いね。え、マッハとかやばくない？また待って、また巻き系だよね。え、でも、また緑色は見えなかったから、鉄火巻き。もう本当にわかんない。サモ巻き。あーい。はい、ちょ、間違って一覧に戻るを押してしまったんで、さっきの問題の答えが結局わからないという状況で終わってしまいました。ちょっとね、編集でね、止めてみればわかると思うんで、その時に見ようと思います。じゃあもう一回、早い。よし、再チャレンジ。まだ3問しか正解してなかった。あ、ピンクのなんかロブスター。
ロブスター、うん、ロブスター赤かったからね、ロブスターしかなかった。よしよし、こう色があるとね、わかるよ。あの巻き系無理中身が見えない。おー、団子じゃない、団子ではなかった。で、おにぎりも多分違う。たい焼き、パンケーキか、たい焼き、パンケーキ。お、よかった。たい焼きではないかなって思って。あ、こんなパンケーキなんだ。ちょっと、うん、美味しそう。はい。今3問目かな ?2 問目?まあまあまあいい。はい、もうよく見とかなきゃ。うわ、うわ、あー、人参じゃない。キノコ。よしよし、ターキーでもないからね、絶対。キノコしかなかった。これは消去法でいきました。はい。もうね、本当に目を凝らしとかなきゃ。やばい。あー、何、なんか、なんかね、緑かったから、スイカ、違う、キャベツ、白菜じゃない?白菜。縦長かったから。ふぅ、よし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 、いいよ。もうなんかさ、見て答えるんじゃなくて、消去法になってるんだよね。あ、え、待って、なんか、可愛い目が見えた。え、なんか目が見えたんだけど、猫?猫じゃない?今の。あ、よか、あ、かわいい、あ、かわいいな。このね、プリプリ、プリプリ、プリティーなね、お目目が見えました。よし。皆さん、見えますかこれ。マジで。マジで見える。すごいね、見える人は。あ、なんかお寿司系だよね。サーモン、サーモン。よし、よしよし、いいよ。調子が戻ってきました。ちょっと、でも寿司系はね、なるべく来ないでほしい。なんだ今の。テントかな?ああ、よかったよかったよかった。なんかちょっと見覚えはなかった、うん、全然覚えてなかったわ。見覚えは全然なかったけど、なんとなくで行きました。はい、何問目かわからない。は、卵、卵。よしよしよし、もうサクサク行きますね。今からサクサクモード。まあ私は間違えるまで、マッハへは行かない。ゴリラ、ゴリラ。待って、ゴリラとかいう選択肢なかった。なかったー。何、戦車じゃない、なんか色黒かったから。私はさっきゴリラに見えたんですけど、一体何なのでしょうか。ほんと答えが気になる。え、何、ゴリラでしか見えない。え、でもさ、船は白いから多分違うし、飛行機も白でしょ、だ自動車。え、何、マジでわからぬ。マジでわからぬ、なんですけど。なん、ええ船、船じゃないよね。一回船来た時白かったから飛行機ねえ、なんでそんな飛行機なの。私もう飛行機って言ったらなんか白い飛行機しかね、出てこなかった。さあ、そうなのか。飛行機か。はい。わかるか。はい。早いは12問まで正解しました。じゃあ最後ね、マッハチャレンジしようと思います。チャレンジ精神は大事なので、さあどんなもんでしょうか。早いでわかんなかったからね、あんなに。おー、トマト、トマトだね、今の。あ、わかったわかったわかった。あ、案外いけるんじゃない、マッハいけるんじゃない、早いよりももしかしたらいけるかも。すごくない、それだったら、卵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 。やっぱ色がついてるやつはマッハでもいけるね。多分あのまた飛行機的なやつが来たら、うん、厳しいかもだけど。さあ、パンケーキだ、パンケーキ。既視感があった今の。うんうんうん、よかったよかったよかった。既視感があった。これはね、今まで来たのが来てくれたらわかる。ちょ、新しいのは、うん、来ないで。はあ、なんかピンクみたいな感じなかった、のものなくない。何今の、きゅうり、いや、キャベツ。え、なんかさ、色ついてるよね、スイカ。あー、スイカか、そっちか。もう私、切られてない方、もう私のイメージのね、あの絵と違うんだよね、実際の絵が。なるほど、なるほど。まあ、そうだね。
ピンクっぽいね。うん、そうそう。私のね、ちょっと、発想力がダメ、悪かった。うん、想像力がね、乏しかった。ごめんなさい。よし、じゃあ次ね、間違えるまで、今からサクサク行こうと思います。3、2、1、お!ロブスター!ロブスターだ!よし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 。よい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 よ。これでね、早いよりも更新したらすごいよ、記録。サーモン?サーモン!よし!めっちゃ嬉しいんだけど、マッハでクリアするのめっちゃ嬉しい。ゴリラ。ゴリラじゃない!コンテナ、コンテナ!無理だこれ。